ことなぎとサムとゆきりとゆみです。本日なんですけれども、皆さん髪型って大切だと思いませんか？大切。特に男やっぱりね、こう化粧とかせえへん分さ、まあ俺らはしてるんですけど、化粧とかせえへん分やっぱりこう髪の毛、ここにだいぶ印象がね集まってると思うんですよ。男はこうやっぱり髪の毛適当にしてたら気持ち悪く見えたりとか、逆にそこまで別に顔かっこよくなくても髪の毛ちゃんとね清潔にかつかっこよくやってたら雰囲気イケメンと呼ばれるようになります。ああまあまあ、ちょっとすいませんね、髪の毛がちょっとかっこいいな。あ、かっこいい、ありがとうございます。お前坊主のも大丈夫。ゆきみさんって自分でセットして撮影に臨んだことは多分一回もないんじゃないですか？ですよね。ということで今日はですね、ゆきみさんの髪の毛をセットしていきたいなという企画なんですけれども、ただお前らの中でのモテヘア何やと思う？やっぱウェーブじゃないですか。ああ、ウェーブはまあ間違いない。そうね、くるくるでね。じゃあウェーブ取り入れていきましょう。じゃあ次前髪ですよ。前髪はやっぱここ普段下ろしてるじゃない、ずっとそうでこう分けてるじゃない。重ためやからね前髪。違うんですよ、これっすよ。アッパン？ああ、アップバングってこと？これっす。今日俺もうただ今髪の毛ガッとこれですってアップバング。結局のところ何がモテヘアなんかって言われたらアップバンクなんですよ。女の子がキュンキュンするのってアップバンク、ギャップが結局のところいいんで、普段髪の毛下ろしてる人が上げるとキュンキュンするし、ずっと上げてる人が下ろすとキュンキュンするんですよ。バカだからということで今日はゆきみさんの髪の毛をアップバンクかつウェーブでセットしてむちゃくちゃかっこよくしていきたいなと思っております。多分見たことないんじゃないですか、ゆきみの。ないね、前髪上げてんのって。俺も見たことねえよ、今まで見たことないんじゃない。ないね。ということで本日はゆきみファン大歓喜会ということで。そうですね。はい、ということで早速やっていきましょう。よいしょ。はい、ということでまず髪の毛をセットしていくのに大事なものなんですけれども、まずブローですね。ブローをやるにあたってやっぱこうもうすでに乾いちゃってるんでめんどくさいと思いますけど、髪の毛濡らしてきてちょっとタオルドライしてみてください。一旦湿らしていってください。わかりました。湿らしてタオルドライね。わかりました。はい、ということで早速ブローしていきたいと思います。ブロー。で、本来やったらこう基本的にブローっていうのは後ろから前に向かってやっていくものなんですが、とりあえずですね、これ濡れてる状態が一番癖つきやすいです。ああ、寝癖とかもそうです。そう。だから前髪の先に今回はやっていくと思います。髪座られてめっちゃ眠くなるよ。わかる。やばい。うるさーい。びっくりした。早送りですかね、ここは。そうですね。ちょっと早送りでいきたいと思います。はい、ということで一旦ブローが終わりまして、ちょっとね見たらわかると思うんですけど、この前髪がうっすら浮いてますよ。本当だ、重力に逆らってる。そうです。ほわほわするんです。でこれを一旦浮かして、あとは、次ですね、アイロン入れていきたいと思います。はいよ。はい、それではアイロンでワイ作っていきたいと思います。ワイじゃあまあ最初ね、分かりやすいこの前髪の辺からいきたいと思います。一回これね、この辺はいいですね、内に巻いて外。はい、内に巻くことによって根元にボリュームが出るんです。そうなんですよ。ナイスフォロー。前髪上げることによってさ、ゆきみの肌がさ、いつもより見える。白すぎん？ずっと俺これで見たらエグいぞ。あんまりこうまじまじ見ることないなんやったら、こう結構さ前髪重たいからさ、あんまりこう目見えへんレベル。まあ確かに白飛びしてるやん、顔がレフ板。顔がレフ板になってる。そんなんやな。ムーミンって何者なの？ムーミンあれね、妖怪。だいぶ意味合い変わってくるけど、トドの仲間の妖精。トドの仲間の妖精なんだ。あれでもさ、題材なんだったっけ、あのキャラ。なんかの動物じゃなかったっけ。カバ？カバっぽいよな。違う。でも妖精って聞いたけど。調べちゃっていい？調べちゃいな。じゃあワックスつけていきます。マナティーじゃない、まあそういう系マナティー海洋生物15分とかマナティーしっかりね、指の先まで間までね。ムーミンはカバじゃない。じゃあ何妖精って聞いてもらうな、何の妖精とかってこと言うのつまり、まあそこよね問題。それだいぶ仕上がってきてる気がする。オッケー。一人でこれができたらやってる。そうなんだよな、うん、そこだよね結局。俺がやらない理由ってそこない。なんかさ、美容室帰りとかさセットしてもらうじゃん。うわめっちゃかっけえって思うけどさ、シャワー浴びちゃったら違うんだよな。でも今わこういうモデルいるわ。かっけえわ。でも今やって思ったけど前髪ないのクソ楽だなこれ。うっとうしくないっしょ。うん、これいい。なんかね、俺のねあれないけど思ってることないけどさ、うん、いいなって思うじゃん。その前回のセットの時もそうやったんだけど、うん、いいなと思うよ、うん、で実際やろうかなと思うんだけど、うん、うわやってきたよみたいな空気がすごい嫌ない。ないそんなん気にし始めたらアゲインなんてもう顔から火吹いて死ぬぞ。いやいやいや、なんか俺なんかそういうのあるんよ。アゲインはちゃんとな、あの貪欲にないいなって思ったものをちゃんと実践してくるっていうからな。よし、またスプレーしておしまいです。イエーイ。いやかっけえよ。やっぱアップバンクってかっこいいな。かっけえかっけえ。男らしくなるねな。できたんじゃないでしょうか。後ろのシルエットめちゃくちゃ綺麗やな。いいね、激かっけえ。どうすか、ちょっともう鏡見てこいって一回。バリかっこいいぞ。すんげえこれ。ということで完成しました。どうすか、すごいクソかっけえ。やっぱね髪セットってやっぱした方がいい、なんやかんや結局かっこいいもんやしから、かっこいい。さあということで本日使ったものはドライヤーして、そうですね、まあドライヤーはそれぞれ家にあると思うんでドライヤーしていただいて、でその後にアイロンで、僕が使ってるのはヘアビューロンの 4D ですね。これはヘアビューロンっていう、なんかまあ高いんですけどマジで痛まんで、ヘアビューロン使った後に、はい、今回使ったワックスはデューさんの5番。そうですね、まあこれは単純に俺がずっと使ってるだけのあれなんで、みんなそれぞれ自分に合うワックスを探していただければ。そしてトリエのヘアスプレー10番ですね。トリエ10番、はい、これはちょっと蓋が噴出しております、ね、お気に入りです。いい匂い、これを使うだけでこれになります。そうはい、ということでね、ぜひねこちらの髪型かっこいいと思った方はですね、参考にしていただいて、ちょっと細かいところはアゲインのね髪の毛セットしてる、動画がね過去に動画でちょっと今日より細かく説明してるんで、そちらも見ていただければと思います。りくみさんかっこよくなったなと思った人はグッドボタン。男性の視聴者ですね、男性の視聴者なんかチャンネル登録しづらいらしいんで、あそうです、はいこれ参考になったよっていう男子諸君、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは以上、モノマネでした。マジでかっこいい。